今回インパネ類の失敗したラップ塗装、こちらを塗装していきたいと思います。今回は、ラップ塗装じゃなくて単色で塗装していきたいと思います。外す工具はこういったエーモンの内張り剥がしです。次グローブボックス外します。サンバーのグローブボックスですけれども、ボックスの中に見えますかね、このピンがはまってますので、これをマイナスドライバーか何かでこじって、外していきます。この状態ですね。すると外すことができます。ハイザー、次にコンソールなんですけれども、上に肘置きつけてしまってるのでうまく外せないかもしれないですが、トライしてみます。コンソールは、ビス4本で止まってます。取れました。汚い。こうした塗装を剥がすのに買ってきたのが、いつも塗装するときに使ってた薄め液、ちょっとサイズが大きい 1.6 リットルを、買ってきました。灯油でやってみたんですけれども、灯油だとまあ落ちるんですけれども、日が暮れちゃうっていうか、でシンナーは、一斗缶でしかなぜか売ってなくて、そんなにいらないんで、まあ、塗装するときに使えるんで、こちらを購入したっていう感じですね。ただ落ちるかどうかですけれども、多少は落ちたんですけれども、持ち方が微妙です。マルチツールと、スポンジヤスリ120、これで、マルチツールで剥がして、こちらスポンジヤスリで慣らしていきたいと思います。結局以前の塗装が残ったまま、その上から塗装をしていくことにしました。台所用の中性洗剤で洗った後、今パーツクリーナーで脱脂しているところです。今回ダイソーで買ってきた、ベージュにするので、下地としてホワイトですね、塗ってからベージュで、最後アクリルスプレーという選んでスプレー缶は温めておきます。以前の塗装が残ったまま、その上からまた再塗装するって、まあ、これはないですよね。まあ、どう考えても剥離剤はちょっと値段が高かったので、まあ、財布の口がキュッて閉まりましたね。まあ、塗ろうとしてるスプレーが100均で購入した缶スプレーなんで、まあ、余計でした。下地がある程度濡れたので、ここで本番のベージュですね、こちらを塗っていきたいと思います。
まあ、シンナーにつけ置きしたら剥がれるんでしょうか。ダイソーのベージュ1本使い切りました。クリア。拭いていきます。仕上げに、コンパウンド。こちらは塗装後取り付けた状態です。なんか取っつけたような、ところもありますけれども、おおむね気に入ってます。以前の塗装の跡がやはりこんな見えますかね、感じで出ます。ナビ周りはこんな感じで、若干垂れみたいなのもありますけれども、ここは上に肘置きをつけたんで、上の肘置きとこのバランスはあまりしっくりこないですけれども、メーターのパネルですね、こちらも塗装していきたいなと思うんですけれども、ハンドル外すのがちょっと面倒だったので、工具もないっていうことで、ここは後回しっていうか、まあ次にやっていきたいと思います。こんな感じなので、片側だけ塗装をす、まあパ、ナビの方をやるんだったらやはりここもやりたいですよね。こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。